リッチーポートは、オーストラリア、タスマニア州、ローンセストン出身の自転車競技選手。リッチーポルトとも表記される。タスマニアデビルや、タスマニアの脅威などと呼ばれることもある。トライアスロンから転身した。2010年、チームサクソバンクに移籍。ジロでイタリアに初出場し、第11ステージで逃げ集団に乗り総合主位に浮上、マリアローザを獲得し、 第13ステージまで検事。その後も、山岳で検討して、総合7位に入り、マリアビアンカを獲得した。2012年、チームスカイへ移籍。ブラッドリー・ウィギンスやクリス・フルームのアシストとして活躍。2013年、パリ・ニースの第5ステージで優勝。総合首位に立ち、最終ステージの個人 TT でも優勝した。結果、オーストラリア人として、 初の東大会制覇となり、その名を轟かせた。2015年、パリニースでは、落ち者に見舞われながらもステージ2勝を決め、最後は36秒差を、逆転、2度目の総合優勝を果たした。続く、ボルター・カタルーニャでも安定した走りを見せ、UCI ワールドツアー総合に連勝に輝いた。グランツールレーサーへの飛躍のため、翌年の移籍を決める。 2016年 BMC レーシングチームに移籍。ツールでは第2ステージでのパンクによるタイムロスが響き総合5位。2017年ツアーダウンアンダーで史上最も大きなタイム差をつけて初の総合優勝に輝く。ウィランがルステージを4連覇。ツールドロマンディでは最終ステージでサイモンイエーツを逆転し総合優勝。ツール前哨戦。 クリテリウムデュドフィネでは、第4ステージの個人タイムトライアルで、タイムトライアル世界チャンピオンのトニー・マルティンを下して、優勝するも、最終ステージのプラトード・ソレゾンで遅れ、ヤコブ・フルサングに逆転負けを喫し総合2位。ツール・ド・フランス2017では、山岳の第9ステージで落ち車し、後続のダニエル・マーティンに巻き込まれたことによって、大怪我を負ってしまい、大会を去った。 2018年は、ツアーダウンアンダーでウィランガヒルステージを5連覇し、総合2位となる。ツールド・ロマンディでは、連覇かなわず、総合3位となったが、ツールド・スイスにて、区間未勝利ながら安定した走りを見せないローキントナや、ヤコブ・フルサングを抑え総合優勝、校長のままツールに出場。第3ステージのチームタイムトライアルで、チームの区間優勝に貢献するも、 第9ステージ序盤の落ち者に巻き込まれ2年連続で、第9ステージリタイアとなった。2019年、トレックセガフレード2遺ツアーダウンアンダーにてウィランがヒルステージを6連覇。2020年は、ウィランがヒルステージの勝利こそ逃したものの、ツアーダウンアンダーにて、総合優勝。ツールドフランスでは、区間未勝利ながら安定した走りで、総合3位に入り、 出場10回目にして初めてパリでの総合表彰台に上った。2021年からは古巣であるマエスカイのイネオス、グレナディアーズに移籍した。移籍後初レースとなったパリニースでは、落ち者で第1ステージ DNF だったが、次に出走したカタルーニャ1周では、個人 TT での6位を皮切りに3ステージ連続で一桁フィニッシュを、果たし、チームメイトのアダムイエッツに次ぐ総合2位となった。 ありがとうございます。